汗をかきやすい夏場など、顔の皮脂によるテカリやメイク崩れが気になるときは、テカリ防止下地、皮脂防止下地を使うのがおすすめです。皮脂吸着パウダーなどを配合、メイクの仕上がりを長時間キープしてくれる商品もあります。今回は、デパコス、プチプラなどのおすすめ人気商品をランキング形式で紹介。肌質によって違う選び方のポイントや使い方も解説するので、ぜひ参考にして、自身にぴったりのアイテムを見つけてくださいね。リストの最初の製品はテカリ、毛穴修正液オイルブロックベースエテューセ。2016年の発売当初から、テカリが一瞬でなくなる、とネットの口コミで話題のアイテムです。使い方は、スキンケアの後、T ゾーンなど化粧崩れやヨレが気になる部位に、ブラシで直塗りし、指でなじませるだけ。顔全体に使う化粧下地の後に塗っても OK です。透明なので、下地としてはもちろん、日中は、メイクの上からも使えます。2番目の製品は、トップシークレットモイスチャーエクラポアマットイブサンローラン。T ゾーンなど、テカリや毛穴が気になる部分にさっと塗ることで、皮脂崩れしにくいマットな肌を演出してくれます。光の散乱で、毛穴やシワ、シミを目立たなくさせる効果も、スキンケア成分配合で、潤いが欲しい方にもぴったりです。朝のスキンケア後はもちろん、日中は、メイク直しに、メイクの上からなじませることもできます。次の製品は、エスプリークTゾーン崩れ防止ベース構成。テカリが気になりやすい、Tゾーン専用の化粧下地です。皮脂を弾く、油浮き防止成分や、皮脂強力吸収パウダーなどを配合。伸びの良いテクスチャーで毛穴もしっかりとカバーしてくれます。ファンデーションがパウダータイプの場合は化粧下地の後に、リキッドタイプの後はファンデーションの後に塗るのがおすすめです。次の製品はスムージングスティック RMK。簡単に使えるスティックタイプの部分下地です。柔らかなタッチの透明なベースが毛穴の凹凸をカバーしてくれます。フィット感があり、ベタつかないので、滑らかなお肌を演出。皮脂吸着パウダー配合で、テカリの気になる T ゾーンにもぴったりです。一度の使用量が少なく、デパコスながら、コストパフォーマンスも高め。次の製品は、ノーシーバムブラープライマーイニスフリー、韓国コスメの人気ブランド、イニスフリーのアイテムです。天然由来のミント成分とミネラル成分が含まれており、歯の油や水分をケア。長時間サラサラ肌を演出してくれます。プライマーなので、毛穴やシワのカバーにもぴったり。スキンケアの後に、毛穴が気になる箇所を中心に少量をなじませるのがおすすめです。リストの次の製品は、キャンメイクポアレスクリアプライマーレニーダラボラトリーズ。普段使っている化粧下地の前に毛穴が気になる箇所に塗って使用します。ヘラタイプなので細かい部分でも使いやすく便利。ライトブルーの色味がお肌の赤みを補正し、透明感のある肌を演出してくれます。白浮きしない透明タイプも展開。いずれも顔を華やかにしてくれるゴールドパールが含まれています。嬉しい美容液成分配合です。リストの次の製品は、プリマビスタ皮脂崩れ防止化粧下地超オイリー肌用、ソフィーナ。汗や皮脂に非常に強いタイプなので、テカリやベタつきが特に気になる、超オイリー肌の方にぴったりです。カラーは使いやすい白。塗った直後から長時間、サラサラ感のあるお肌をキープしてくれます。ファンデーションのヨレなど、メイク崩れを重点的に防ぎたい方には、通常タイプの皮脂崩れ防止化粧下地もおすすめ。次の製品は SS カバーミムラナチュラルなすっぴん風の透明肌を演出してくれると話題のアイテムです。潤い成分やシワケア成分などを配合。顔はもちろんデコルテ部分に使用するのもおすすめです。パラベンフリーエタノールフリー、無鉱物油、無合成着色料、
無合成香料なので、敏感肌の方も安心です。リストの次の製品は、ライトフルシーティインティットプライマーマック、マック。二層タイプのみずみずしく、クリーミーなテクスチャーが肌にピタッと密着、小じわなど、お肌の悩みを隠してくれます。フィルター効果でお肌をトーンアップ。透明感や輝きのあるお肌を演出してくれます。汗や湿気で崩れにくいのも魅力。敏感肌の方のことも考えて作られていて、どんな肌質の方でも使えます。次の製品は、エンディッチシルキープライマーエトボス、エトボス。ミネラルファンデーションの結晶持ちを良くしてくれる下地、仕上げ用のパウダーです。肌なじみの良いシルクパウダーに、保湿成分などがプラスされているので、乾燥しやすい部位にも安心。同時に、ベタつきが気になる部位はサラサラに保ってくれます。石鹸で落ちるタイプでお肌への刺激も少なめです。次の製品は、マキアージュドラマティックスキンセンサーベース EX 資生堂。うるさらセンサーパウダーが、皮脂や乾燥などに対応して、テカリにくく、またかさつきにくい、化粧のりの良いお肌に仕上げてくれます。伸びの良いみずみずしいテクスチャーで、心地よい使用感です。お肌に自然に馴染むナチュラルタイプ。SPF25PA で夏は、もちろん、一年中使えます。次の製品は、トリートメントセラムプライマースック、スック。潤いとツヤのある大人のお肌を演出してくれるアイテムです。メイクの皮脂崩れはもちろん、乾燥崩れ、水分崩れも起こしにくいです。透明感のあるピオニーピンクカラーで肌の色を明るくトーンアップしてくれます。同じスックのエクストラリッチグロークリームファンデーションと合わせて使うのがおすすめ。次の製品はシルキーカバーオイルブロックオプローズ、アプロス。犬歯から抽出されるアミノ酸タンパク質のパウダーを配合、テカリが抑えられたサラサラのお肌に導いてくれます。ヒアルロン酸 NA やプラセンタエキスなど美容成分もたっぷり、スキンケア感覚で使えるのも魅力です。量をつけすぎると白くなるので、一箇所につきお米一粒ほどの量を薄く伸ばしてなじませるのがおすすめです。リストの次の製品は、コフレドールスキンイリュージョンプライマーカネボー化粧品。テカリが気になる夏はもちろん、冬も使えるオールシーズン用の化粧下地です。人気の従来品、毛穴つるんとカバー化粧持ち下地 UV を進化させた新製品。微粒子のフラッシュカバー粉体が肌全体を明るく滑らかに見せてくれます。テカリ防止や毛穴カバーにはもちろん、くすみが気になる方にもおすすめです。次の製品は、毛穴パテ職人テカリ防止下地。サナ、サナ。油性肌の方にぴったり、皮脂吸着にこだわったアイテムです。テカリ防止に特化したスピーディオイルロックパウダーを配合。毛穴カバーパウダーとともに、毛穴の凹凸に合わせて、フィット、1日中崩れにくいです。保湿成分として、アロエエキスが含まれています。リストの次の製品は、皮脂テカリ防止下地、セザンヌ、セザンヌ。皮脂吸着パウダーがメイク崩れの原因となる皮脂を吸収、また毛穴の凹凸もカバーしてくれます。化粧持ち持続成分配合でファンデーションの仕上がりを長時間キープ。色味はさりげなく明るい肌色を演出するピンクベージュです。透明感のあるお肌に仕上がるライトブルー、保湿成分もプラスされたオレンジベージュも販売されています。リストの次の製品は、フォトレディプライム、アンチシャインバームレブロン、レブロン。化粧下地としてはもちろん、外出先で、テカリが気になる時のメイク直しにも使えるニューウェイ、仕様です。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。付属のパフで伸ばすので、指が汚れる心配もなく、綺麗に仕上げるのも簡単です。透明のバームが、毛穴や小じわをカバーし、滑らかなお肌を演出してくれます。リストの次の製品は、メディアラスティングベースカネボー化粧品。たるみ毛穴や小鼻周りの
大人の化粧崩れにも対応、化粧持ちが長続きします。滑らかな塗り心地で凹凸のあるお肌にも伸ばしやすく、使いやすいです。つけるときは、面積の広い方や額の部分からスタート、中心から外側に向かってムラなく、馴染ませるのがポイントです。次の製品は、ファシオミネラルベースポアクリア構成。乳液効果があり、化粧水の後にそのままつけられるので、時間がない時にも便利です。ミョウバンとクールフィット成分が、お肌をひんやりと引き締めるとともに、テカリも抑えてくれます。パラベンフリーな上に、ニキビの元になりにくい処方なので、敏感肌の方にもぴったりです。次の製品は、カラーステ UV プライマーレブロン、レブロン。テカリ防止下地としても、日焼け止めとしても使える、多機能 UV プライマーです。リンゴ果実エキスなどの保湿成分を配合した乳液蒸留キットが、お肌のトーンを自然にアップ。サラサラの美肌に仕上げてくれます。24時間崩れにくいのが、ウリの同社のカラーステイシリーズの一つで、汗にも強いです。次の製品は、エルシアプラチナムテカリ防止下地構成。みずみずしく軽いつけ心地で自然なお肌に仕上がります。肌への密着度が高く、毛穴や凹凸、色ムラなどをカバー。W コラーゲン、ヒアルロン酸、ローヤルゼリーエキスなど、保湿効果が期待できる美容成分入りで、時間経過による乾燥が気になる方にもおすすめです。汗や水に強いウォータープルーフなのも魅力。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。